マツコ？それあんまり言いたくないんですよね。これ本当に見る人にマツコのことをどう思うかっていうのがこう聞くのが楽しみで作ってるような映画なんですよ。そのためにこの映画作ってるようなもんなんで、僕はマツコのことをこう思うってことだけは口が裂けても言いたくないってとこがあって、どういうふうにこのマツコの人生っていうのを思うのかっていう、それは幸せって一体何なんだってことも含めてね、自分からはある思いはありますけど、言いたくないって感じですね。やっぱり欠点っていうのが人間の魅力だったりするからね。毎日なんか監督の罵詈雑言が飛び交い、スタッフもそんなこう監督のきつい言葉にめげずに、誰一人としてやってられないとか、冗談じゃないとか、もう帰ろうかなとか言わずにハードな現場に耐えている件ですね。それはやっぱりひとえにその監督の才能にみんなが惚れ込んでいるじゃないかな。私もその一人ですけれども、どんなに嫌なこと言われてももう仕方がないって思えてしまうだけの力を持った監督ですね。ご紹介します。滑川哲也役、工藤官九郎さんです。よろしくお願いします。中谷さんも言ってましたけど、監督が口が悪いって言ってて、あ、本当だって思いましたね。なんか多分作品によって違うんでしょうね、そういう。今回はだからすごく監督は僕の役の目線で見てるのか、それともマツコになって映画を作ろうとしてるのか、どっちなのかまだちょっと分かってないんですけど、すごく追い込んでるなと思いますね。脱げよ。アイカット。はい。よかったよかった。オッケー。はい、オッケー。よーい、スタート。これすごいことしますね。これ中谷美紀とキスするんですよ、これ。クラーク・ゲーブルとビビアン・リーみたいなキスになると嬉しいんですけど、素敵な映画のキスシーンみたいな。何カメラ目線なんですか。すごいわ、あの人。いや、すごい。僕は普段バラエティーとかしかやんないんでね、あんなにピシッと指示してくれる人はいないですね。だいたいなんとなく、そこでなんか面白いこと一発ポンと、みたいなね。コントっぽい感じでね、最初、現場に入ってやったんですけど、監督なんかそういう感じじゃなかったみたいで、最初、若干、滑った雰囲気というか、これちょっと違うなっていう雰囲気があって。それでは皆さん、ご紹介いたします。川尻翔也啓太さんです。よろしくお願いします。続いて大倉修二役、ゴリさんです。よろしくお願いします。監督すいません、マネージャーがキャッチボールやろうって言って。明らかにさっき自分から誘ってたじゃないですか。いや、そうなんです。で、僕無理やりマネージャーにキャッチボール突き放されたら、このような結果になってました。僕も早く戻ろう戻ろうって言ってるのに、マネージャーがまだ俺の球を受けろ、俺の球を受けろって言って。すいません。ほら、役作りしたいんだから。さあ、余加減って言って受け取る。だからいいお金なんかって言われて、あまり間を空けずに、カットを渡して、結構ですよ。いいお金なんか。余加減。はい、カット。はい、終わるの。遊園屋上のデパートの屋上で、すごい中谷さん女優として成長する言葉を言われてるなと思って、いいなって思って、ものすごいいいこと言われてます。監督意識はされてなかったと思うんですけど、理解してないと思う。いや、あの女は。でもその
気持ちわかるんだ。でもね、あの、はい、その面白さもあると思うから、ね、うまく見えるといいですよね。はい、お願いします。監督ですか、まあ、皆さん言われてると思うと思うんですけど、まあ、変態でございますね、重度のまああの読めないですよね、本質がどこにあるのかがね、あのぶっきらぼうだったりやたらこう丁寧だったり、うん、どういう人なのかよく分かんない。ただまあ絵に対するこだわりは本当にナンバーワンじゃないかと思いますね。この愛情だけは、この「切られ待つ子の一生」という映画がより良い、なんかこうより良いものになるために一番の母体だと思うんで、それを監督が持ってることだけは間違いないんでね。やっぱり変態じゃないとな、映画監督はな。まあ人間みんな変態なんだけどねまあそれと結局言葉じゃないからね。言葉で演出とかっていうのは別に言葉とかそういったもんじゃないからね。それは言葉で言うっていうこともあるだろうし、だけど言葉とかそういうもんじゃないからね、うん、演出とかっていうのはやっぱりそこの、うん、にいる監督さんっていうものを見てこちら側も何かを感じるっていうかね、うん、まあ、映画っていうのはそういう作業だと思うんで、何を言われたから何だっていうわけじゃないもんね、演出っていう問題はね、うん、なんか何持ってきてくれるかわからないサンタクロースっていうか、いつもいろんなものを声をかけてくださるんですよ。多分10代の頃の気持ちを体の中に残してる人なのかなっていう感じがするです。分かんないけど。スタート。スタート。なんでしょうね、このキャスティング、そのちょうどこう重なり合うっていうか、僕らの出会いが良かったんじゃないですかね、僕らのと思います。まあ、例えば自分が出てるシーン、警官が来て、刑事が来て、お味噌汁の味を整えて出ていくなんていうのは、やはりこのなかなかおつなもんじゃないかと。はい、よーい、スタート。ヨゼル教室に通ったんですよ。女優魂。これ打ち上げしてもらってるの、じゃんけん、じゃんけんですよ、うん、オメガ。すげえ。何、オメガの時いいの？高いはずですよ。あ、うん、おお、これだ。なんか書いてある俺に。そうだって。新人。とりあえず書いてある、書いてある。書いてある。あ、じゃあこれ。やっぱもらおう。すごい。いやらしい。じゃあこれはこのスタッフに。ありがとうございます。僕にはいらない金なので。あの、みんなが美味しいもの食べられると思います。トム読んだ感想？ああ、中島哲也にぴったりじゃんっていうのが感想です。なんかこう読んでこう、ああきっとこうなるなっていうのが分かったから気をつけてたのは分かりやすく、あの話が結構ややこしくて展開が早いから、なんかで分かりやすくしたいっていうのはありましたけどね。花はもう最初から花花花って、最初監督が言ってて花って言ってて、それから花調べるようになって花花花、カーテンとか壁紙も花柄にしてみたりとか、なんかいろいろ細かいところも考えてるんで、それがみんなに見つけられたらいいなって思いますけど、まず見つかねえだろうなっていう感じ5回ぐらい見たらわかるかもね、映ってんのかな。それやっぱりあれじゃないの、女の人生イコール花みたいな頭悪いみたいに見えるじゃないか、それ一見単純に見えるアイデアなんじゃないかな、実は深いんだけどね。ただあれこういろんなシーンに花が出てきますけど、その、シーンそれぞれによってその花の意味とか花言葉とかをあのきちっとこう探ってもらったりするとすごくよくわかるんだけど、ものすごく意味があるんでね、その辺をこうなんか後で紐解いてみるっていうのも映画の楽しさじゃないですかね。嘘だけどねいいのよ別に、
花なんか出てこなくてもね。でもほら例えば今回のテーマは花だとか言ってみたくなっちゃうんだよね。でその時にこうスタッフがどう動くのかっていうのをまあ見てみたいだけよ大変だったんですけどね。なめろなめろみたいな、手前なめろ奥少ないみたいな、それだけ時間かかっちゃって花なんかやめればよかったと思ってますよ今はね。歌を弾いているような顔、はい、ウォーターボーイズですか。ウォーターボーイズウォーターボーイズ、もう少しは長くいられます。踊れるんだ潜水だろう。マツコさんの人生をどんどん翔くんが知っていって、翔くんがそのマツコさんの生き方をどう思うのかって、まあ、単純にマツコさんのことを好きになるのか興味ないのかっていうのが実はこの映画の趣旨じゃない。で その時のそのマツコさんをどう思うのか、マツコさんを好きに君がなれるのかとか、そういうのことも含めて実はちょっと瑛太くんに任せたところがあって、で そういうところはちゃんと自分がその翔として感じるまま表現してくれればいいからっていうことを言ってたんですよね。マツコさんがその死ぬ場所に向かうところを時空を超えてというか、あの時間軸は全然違うんだけど、それをショーが見送るっていうシーンが、それはショーのラストシーンとしてあって、松近くいるんだから声が見えてくれ、ちょっと向こう行ってキャーってなりますよね。あ、いいよ、こうで言われたところで少しこう前来てこの辺ぐらいまで、はい、大きく動くのはだから向こうでキャーってます、はい、昨年降りてます。こっからはだから割とだから素直に自分の感じでやっていいから、ね、そのマスクをどういう表情で置くのかとかいうことも含めて、そのまま一番大事なところ。はい、本番、はい、よスタート。でそのシーンは僕は とてもこう自分が思ってたものをやっぱり超えてくれているっていうか、すごく良かったので、で、あ、こういうふうに見れたんだっていうね、翔はマツコのことをこういうふうに思ったんだっていうのは、なんかそこの表情とかそこのマツコおばさんという言い方を見てて、あ、なるほどなと 思いましたけどね。夢見るんですよ僕、監督の現場中に夢にまで出てきて、なんかこうそこではあんまこう叱られたりとか、まあなんか言われたりしないんだけど、出てくるんですよね夢に。本当に監督にやっぱ答えたいっていうか、もちろん翔らしくあって自分がこうやりたいっていうものをちょっとぶつけるんだけど、やっぱ監督は、うん、ああすごく良かったって言ってくれる時、まあ何回か今のところ覚えてるの3回か5回ぐらいあったんですけどね。その時のまあ自分がこうやばいんですね、やっぱ、うん、興奮っていうか、この辺がすごい熱くなるっていうか、本当に嬉しいっていうか、うん、でもなんかこうやりきったみたいな顔してましたよ、なんかねえ、ちょっとムカつきましたけど、俺はやりきったぞみたいな、なんかいい顔してたんでNG にしてやろうかなと思ったんですけど、あの芝居良かったんでね、うん、OK しちゃいましたけど、ああいうのはどうなんですかね燃え尽きたぜみたいなねいやいや、これはいらんことで、すごく良かったと思いますけどね。はい、回った。もう壁の向こうにマツコは、ね、その後結果的には言いますけど、理由は知らないですよ。とりあえず軽めにやっていい、やる真似だけでいい。やらなかったりして難しいっすけど、軽く殴るって。はい、本番。本番。はい、よー、本番。回してください。はぁ、あ、なーくん、はい、カット、ゴールド。 OK、 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 O
大丈夫ですか。ああ、言ってた。監督がおいくつかわからないんですけれども、まあ、僕の世代で流行っているなんか音楽であったりとか PV の監督のこともちゃんとご存知でしたし、そういうふうなことはしっかり抑えてらっしゃってて、かつその上でちゃんと自分の経験から来るいろんな技術を駆使して今なんか面白いをしっかりやってくださってたんで、すごく、うん、ある種のそのスタイルっていうのを見せてもらった気がしますね、はい、いろんなことをもうもしかしたら飽きていらっしゃる方で、飽きているからこそ面白い角度で撮ろうとしている、例えば多分つまんないものを撮っててもつまんないのは当たり前で、それをどういうふうにっていうのを常に考えていらっしゃる方だったんでだと思うので、それはすごく勉強になりましたね。もう作る一緒に僕も作ると機会があるとするならば、そういうふうに勉強になりましたね、うん、だ次出会う時はなんかドタバタコメディとかで伊勢谷君と会いたいなっていう気がしましたね。コメディのねセンスがものすごいある人なのね。俳優さんでこうちょっと笑わせる間合いとかね、そういうのが完璧な人ってこう、まあ、そう出会わないっていうか、ただもうとにかくその面白いんだよね見てて。だからそれがそのリュウっていう役をやってるからそういうふうに見えたのか、自にそういうものがあるのかは、もうそれは一度しか仕事やってないのは分かんないんですけど、大人の男の中にあるそのガキみたいなところっていうのは完璧に演じてたと思いますけどね。黒沢さんね、なんて言えばいいんですかね、キャサリン・ゼタ・ジョーンズみたいな女優さんってあんまり日本にいないじゃないですか。で割とその男勝りの女性みたいなことを誰かに演じてもらおうとすると、まあ、綺麗だったりか細かったりする人たくさんいるんですけど、なんか骨太な感じ、まあ、とにかくキャサリン・ゼタ・ジョーンズみたいな人が欲しかったんですよ。でキャサリン・ゼタ・ジョーンズみたいだなと思いましたけどね。ただその黒沢さんが今まで出てる映画とはなんか相当お芝居は全然違うんだって黒沢さんは自分で言ってましたけどね。相当だからこの映画の中で沢村さんという役を演じるために自分で変えた部分とかあるんじゃないですかね。はい、よーい、スタート。うん、キープ、その感じでもう一頑張り、もう一発だけ行こう。はい、サングラスをこうだからパッと開けた時はその目の迫力みたいな感じですよ。サングラスをもう気持ち笑みで、もう気持ち笑みで、はい、カート。はい、そういう避け方じゃないでしょ。はい、さりげなくやってよ。はい、よーい、はい、スタート。はい、カット。はい、もう一回やってください、はい、怖くていいんですよこの時は、はい、まだ、はい、うん、だからそれは別に怖い顔するとか笑顔でも怖いのは怖いと思うんですよ、はい、なんかこう迫力が足んない、はい、うん、はい、よーい、スタート。今のよかったね。オッケーオッケー、はい、じゃあ次顔のアップいきましょう。中島監督からとにかく楽しんでください、それだけを言われてずっと取り組んできたわけなんですけれど、中島監督とご一緒するといかに中島監督にお会いする数年前まで私はぬるま湯の中にいたな、ぬるま湯に浸かってたなって今振り返ってます。今まで楽しんでお仕事をすると自分のネジがどっか一つ外れちゃって真剣にお仕事に取り組めないんじゃないかっていう恐怖感があったんですね。ですからその道は避けてずっと来てたんです。でも今回やっぱり中島監督とご一緒することで監督の手で本当にいろいろいじくってもらいたい、変えてもらいたいって強く希望していたので、その言葉をいただいてそれを全うして今今日ここにいるわけなんですけれど、意外とその方が楽しんでいる方が自分も今まで見たことのない演技やいろんなものと出会えるんだなって今目から鱗です。はい、手前だけ、手前だけ、全然じゃん、やば。結構やりたいことこだわってそれできるように絶対する感じはしてるんですけど、この
諦めだけします。もう諦めまくりで。そうだよ。諦めないでやったらお金かかっちゃう。もう40過ぎてからですね、女性とかどんどん対応するようになって。若い時嫌いでしたよ。カメラ動くのも嫌いだったし、ドアアップとか大嫌いだったし、小津安二郎みたいなのがいいなぁ。今先生こだわりでもね、なんかそんな風に考え、なんか理屈っぽく考えて物作るのは楽しくねえやって思っちゃったんだ。そしたら渋すな、もうね。もうどうでもいいよ、もうどうでもいいやって思ってジャスコやってます。なんかね、なんだろうな、ちっちゃい子とかが喜ばなくなったのよ、僕の見てもね。やっぱりさ、小学生とかにさ、喜んでほしいのよね。まあ、今回はちょっと違うけど。なんかもう大人になっていろいろ思いついたりとか勉強して考えたこととか、結局さ、なんか何の役にも立たないんじゃないかなとか思い出しちゃうと、もうちょっと若い時にそういうことに気づいてくればよかったなって反省しますけど。いやでもその先があるから、やっぱり今までがあるから、その気づきがでかいんじゃないですか。うん、俺が言うのもなんですけど、なんか諭されてる。今日でおしまい。今日で2ヶ月と十数日の撮影現場おしまいです。まあいろいろな思いはあるんですけど、最も日常的に交わしている、はい、お帰りただいまってなるのが理想です。OK。はい。市川美香子さん、前編終了です。お疲れ様でした。2ヶ月は長いです。まあ、なんだろうな。楽しかったことは、早く終わった時か。サツキュート。1ヶ月間も大きなお祭りでしたね。中島哲也というおみこしを担いで走るっていうのは、なかなか体力的には相当な無理が来る仕事でしたね。やっぱり中谷君が一番大変だったかなっていう、
まで君大変だったね、頑張ったねって感じかな。結果として彼女の代表作の一つになるんじゃないかなと思います。中谷さんはね、監督と会って主演女優っていうのその、まあ、ちょっとした確執があったのかもしれないけど、まあでも見事にね主演女優として頑張ったと思うんですよ。本当にいい女優さんですよね。監督、うん、監督はまあ中島、哲也を最後までねやってたんじゃないかな。最後まで中島哲也を通したちは偉かったんじゃないかな、うん、川尻マツコ役の中谷美紀さん、お願い申し上げます。お客さんがガラガラだったらどうしようかなとちょっと不安だったんですけど、ありがとうございます。中島監督から非常にひどい目にあったとお話をですね、おっしゃっていて、その後もことあるごとにその話が出てきたんですが、今日改めて初日を迎えて監督おっしゃりたいことなんかありますか、監督に対して。ありがとうございました。気持ちがこもってました。皆さんそのありがとうございましたで、全ての万感を受け取っていただければ幸いでございます。ありがとうございます。本当にすぐに DVD も発売されますのに、わざわざ劇場に足を運んでいただいて本当にありがとうございました。こちらにいる俳優の皆さんが、ご自身が映ってない時でも大事に大事に演技をしてくださって、そうした皆さんの表情が全て私の目の中に映っていると、確信しております。そして監督には非常にしごかれたんですけれども、でも今となっては素晴らしい作品を持って ありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。そして本当に本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。共演者の皆様本当にありがとうございました。中谷さんにしかできない役ってものすごくあるような気がするんですよね。そういうのは撮影やってて思いましたけど、日本の女優さんの中で多分その中谷美紀さんじゃなければこの役できないよなっていうのをたくさん持ってる人だと思うので、それも僕だけじゃなくていろんな監督さんがやっぱりやりたがる女優さんの一人なんじゃないですかね。似てないですもんね、他の誰にも。僕はもう絶対やりたいですね。ただそのどういう役でまた出会えるのかわからないですけど、やりたいね。だって面白かったもんね、やってて、でまたこういう役マツコみたいな役でなければ全然違う顔をしそうじゃないですか。でまた全然違う役作りをしてきそうじゃないですか。それを見たいですよね。全然違うって言ってみたいですよね、また。とにかく大好きな女優さんですね。ただやってくれるかどうかっていうのがまずありますよね。僕には二度とやらないって言ってましたけどね。僕はもう何回でも多分オファーすると思いますけどね、これからも。出会えてよかったと私も思っています。ある意味最悪な監督だったので、そういう意味では、自分自身の忍耐力とかその、演技の可能性を無理やりに広げていただいたと思います。なんかこう開けちゃいけないところを無理やりこじ開けられたような感じですね。できれば触れたくなかった部分とか、しまっておきたくなかった、しまっておきたかったところを鍵閉めておいたところを、なんかこう本当に土足で踏み込んで、なんか、書き出されたような気分です。もう二度と一緒に仕事をしたくないです。はい。
そう思えたのは幸せですよね。そんなことなかなか思えないから、二度と一緒に仕事をしたくないって思えるほどいろんな思いを共にできて、最後は本当に顔も見たくないって思いましたけれど、うん、よかったと思います。幸せです。